はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。1時半を回りました。4月14日ですね。はい、まったりとしたいんですけども、雨降ってましてですね、なんかまあ別に気温は低くない、この格好で十分なんですけどね、まったりではないかな。この後で2時にお客さんがいらっしゃるんでですね、まあお話をまたお伺いしてということでして、あれなんですよ、私の大好きであったですね、ところがですね、マンションに開発されてしまうらしいんですよね。それ嫌やんという話ですけど、まあそれはいいんですけどね、残念です。行きましょう。ザクザクでございます。本題ですね。ザクザク、久々のですね、加賀公園さんのスクープ最前線。私にとってなんか久々ですね。中国狂乱、日米会談でのジェノサイド、台湾言及に怯え、官邸工作活動が激化、首相のすぐそばにスパイが、てん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 というですね。ちょっとかいつまんで読んでいきますと、中国は狂乱状態だ、日米首脳会談に怯えている、菅首相を取り込もうと凄まじい工作活動が展開されている、大物工作員と備中議員、財界人、マスコミ関係者が官邸工作に走り回っている、外事警察幹部はこう語った。16日ってあさってですね、あさってですけど、日本時間でいや17日ですね、ほとんどね、菅さんとバイデンさんがお会いになって、バイデンさんが大統領になって、対面で初めて会う外国首脳が菅さんということでですね、それは大変光栄な話なんですけども、中国がですね、それに対してですね、わーっともうナーバスになっているということを、加賀さんの記事は書いてあるわけですね。これのですね、注目点はここではないですかね。ちょっと待って、戻しましょう。中国は何を恐れているかということなんですけども、あれです、日米首脳会談で何を恐れているかと言いますと、これですね。会談は当初9日の予定だったが、米国側の都合で1週間延期された。実はその裏で中国の習政権が震え上がっていた。ちょっと言い方ちょっと言い過ぎやろ。米国が共同文書で次の2点を明記することを検討し始めたからだと。次の2点ね。1、米国政府がジェノサイド、各国民族 大量虐殺と認定し、欧州連合、EU や英国がなどが、うるさいな、なんかね、駐車場でね、なんか不都合があるとああいう音が聞こえてくるんですよ。や英国などが米国と一緒に制裁を発動している新疆ウイグル自治区での人権弾圧に対し、日米共同の懸念を表明する。要はウイグルでお前らジェノサイドやってるやろということをですね、共同声明に盛り込まれる可能性があるということですね。もう一つ、二つ目、台湾の防空識別圏 ADIZ に連日のように中国軍機が侵入し、中国共産党の機関紙、人民日報の海外版が SNS 上で台湾侵攻の人民解放軍の占領訓練の映像を公開するなど、危機が迫っている台湾有事に対し、日米共同の懸念と台湾防衛の協力を表明する。いや、台湾守るでっていうのをですね、日米の共同宣言に盛ると。もう一つは新疆ウイグルのジェノサイドへの懸念を盛ると。それやられてしまうとですね、中国はかなり困るというのが加賀さんの見方で、外務省関係者は2点とも中国は絶対に認められない死活問題だ、主要7カ国過去 G7 で日本だけが対中制裁に加わっていない、米国は日本に制裁発動を求めている、日本が動けば自由主義陣営の大半が敵になる、中国はあらゆるルートで中国の発展は日本にとって利益だ、来年は日中友好正常化50周年だ、力を合わせようなどと訴える一方、米国の共同文書案に同意するな、同意すれば報復すると日本側を恫喝している。これね、だからね、これに同意するとね、書いてありますけど、
中国在住の日本人の見せしめ逮捕などをちらつかせた。中国は強圧的な戦狼外交で知られるが、今やなりふり構わず噛みつく強権外交と言うべきだ。これは警察関係者の言い方ですね。かなり孤立感を深めているわけなんですね、中国は。なんでここで日本とアメリカがですね、台湾守るで、ウイグルの 人権弾圧許さへんでって言うたらですね、もう自由主義陣営全部が敵というなります。習主席は必死だ。22年秋には最高指導者が絶大な権限を持つ党主席を復活させ、自身が就任し終身独裁体制を決める党大会がある。その前の北京五輪が失敗すれば全てが終わりだ。企業の倒産ラッシュ、2億人超の失業者、経済崩壊などが現実となり、習氏の失脚は確実だ。それだけに習氏が起死回生の偉業作りで、いつ台湾侵攻、尖閣諸島強奪に走るか危険だ。まあそういうことが書かれています。最後に、そしてもう一点、菅首相と政府幹部の言動、尖閣防衛を担う海上保安庁と防衛省の機密情報が中国に抜けている。この連載で何度も指摘した。首相のすぐそばに中国のスパイがいる。油断してはならない。まあいるでしょうね。いるでしょうし、日本はかなり機密に甘いんでですね、筒抜けになってるでしょうね。でさあ、その菅さんはどういうふうに、お考えなのかっていうか、ね、何も考えてないんですよ。菅さんという方には国家観がないわけですね。日本の国はどうあるべきかということに対するお考えがない。これね、なんていうか後付けではなかなかできないもんなんですね。国家がどうあるべきかっていうのは、どう言いましょうね、それなりに教養というか知識というか、お勉強しないとなかなか身につかないわけであって、こうあるべきやって付け焼き場でそういうふうに言えるもんではないんですよ。よくよく歴史を学んでですね、理解をして、で他の国の歴史がどうなってるのかというところに思いをいたしてですね、で日本はどうあるべきかっていうのを考えて、やっとそこに国家観ができるわけだって。まあ今言うたようなことは簡単ですけども、そうね、どう言いましょうね、5年や10年の勉強でできるかなという感じがしますよ、はっきり言うて。多分菅さんはそういうご経験がないと思いますし、まあ、あの人が学校で、深く学んだという感じもしませんし、読書家というイメージもありません。なんで、なんでしょうね、国家観はないんでしょうけども、まあ、国家観がなくてもね、謝らなければいいわけ、謝るというか、間違わなければいいわけなんですね。まあ、でも、であろうなという感じはしますけど。耳学問がお得意なようですから、まあ、近くにそのですね、いいことを言うてくれる人が置いとけばいいんですけど、どうもイエスマンしか置かないみたいな、そういう話が伝わってきています。ちょっと危ういですけどね。ですので、まあ、16日日本時間17日に行われるというですね、西米首脳会談の結果に注目ですね。でここに書いてあると中国がかなりそれを気にかけていてですね、日本までも本当の敵に回ってしまったら危ういという考えはお持ちだろうとは思います。で、台湾とか尖閣っていうのはね、習近平さん在任中に必ず取ってやろうという気持ちがもうひしひしと伺います。まあ、かなり無理めな話ですけども、でもあの人、習近平さんも今までの言動とかやり方を見てると、ちょっとリアリストではないなという、無双化であるなと。中国の夢とかいうのをやってましたけど、かなり無双化であるんでですね、危ういことをやりそうな気もします。でも今ビビってんのも確かでしょうね。うまくいってないです。かなりうまくいってないです。ですんで、こう日本の菅政権の周辺に工作を仕掛けているだろうなということも容易に想像できますし、あの二階みたいなおっさんもですね、いますからですね、キャン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 言うてるやろうなと、ということも想像できます。まあ、あの17日ですね、日本時間で17日、今週土曜日ですか、
に出るであろう日米共同声明というものにですね注目したいなと思います。まあ、台湾の話、ウイグルの話、人権問題というのが盛り込まれているかどうかということですね。盛り込まれていた方がいいと思いますし、で中国にいる日本人は何が逮捕されるか可能性があります。だから行くなと思うんですよね。もうあの国にね、人をやったりですねアセットを残したりするっていうのはですねかなり危険なんで、それはもうやめた方がいいと金がね言うてる通りでございまして、14億人の市場ももうね、買うてくれるもんやったら買うてくれたらいいんですよ、ものをね。でもこっちから積極的に売り込みに行ったり、あそこでビジネスを展開しようというのは、それはやめた方がええというのは金がね思っていることでございまして、言うてます、私はそれを。でも、ほいほいと行くアホはいっぱいいるんです。行くアホは勝手に捕まって、ひどい目に遭ったらええやんというふうに私は思っております。はい、皆さんどうもありがとうございました。あ、これ貼っときます。